お客様は神様です。元は、パナソニックの創業者が、知り合いの理髪屋から言われた言葉。しかし、極論化したとき、ある倒産しかけた会社は、妙なことを言う。客の求める通り、安売りを続けてこうなったんだ。神様だったら責任を取って救うべきだ。お客は神様。俺は客だぞ。そういう尊大さも、実際にはこの、些細な決意から始まっていて。ちょっと間違えた。それは確かだとは思う。今は、少しは改定、されたのだろうか。信仰をやめなさい、とは、言いにくい。商売の心得としても大事なものだろう。神のごとく大切に客を扱え、と。しかしどうも、これ、がここまでの事態をもたらす怪物、を生んでいる、そんな雰囲気もある。俺は客だぞ。プロは、その言葉になぜか抗えない。客、の要求を満たすべくどうにも無意味な努力をしてしまい、後悔。